ロブレ・カリニッチは、クロアチア・スプリト出身のプロサッカー選手。クロアチア代表、ハイデュク・スプリト所属。ポジションは、ゴールキーパー。地元クラブの HNK ハイデュク・スプリトで育成され、2011年4月23日の NK スラベン・ベルポ戦で、トップチームデビュー。その後、海クラブへのレンタルを繰り返したが、イゴール・トゥドール監督が指揮した2013から14。 シーズンにレギュラーを獲得した。2015から16シーズン、8試合775分間、無失点のリーグ新記録を樹立。2016から17シーズン序盤は、UEFA ユーロ2016に参加したことで、マリアンプシュニク監督から休息を与えられた。2016年7月28日の UEFA、ヨーロッパリーグ2016から17予選。 FC オレクサンドリーヤ戦で復帰し、早速、クリーンシートを達成。2016年9月、新たに5年契約を結んだ。最終的に7シーズンの在籍で公式1134試合に出場した。2016年12月27日、カーヘントへの移籍が発表された。移籍金は、クロアチアのゴールキーパー及びカー。 ヘント史上最高額の310万ユーロと見られる。2018年12月21日、アストンビラ FC と2023年までの契約を結ぶことが発表された。翌年1月1日に正式に加入する。2020年1月20日、2019から20、シーズン終了まで、トゥールーズ FC にレンタル移籍した。2021年より、 古巣のハイルクスプリトにレンタル遺跡で復帰。ありがとうございます。